はい、どうもフランケです。本日ね、パワー FC 取り付けていきたいと思います。俺やんないけど、はい、はい、お願いします。はい、お願いします。じゃあとりあえず確認だよね。ものの確認をしましょう。で、これが純正のコンピューター、そこ見えてんの。はい、もの、これを取り付けます。かっこいいね。かっこいいね。もうこれだけかっこいいね。そう、これだけテンション上がっちゃう。で、何ステイがついてるっていうの。そう、奥に。そう、あのね、もうちょっとね、もう物取っちゃったんだけど、うん、ここにスカッフプレートっていう。ああ、そうだね。ここに足元のステップのカバーを取った後に、ここのカバーを取って、それでやっとコンピューター、純正のコンピューターが見えるっていう状態で、うん、今からこれ取り外すんだけど、うん、ボルト3本、うん、まずはじめにここに1個。1個、はい、あとでもう一つ下にちょっと分かりづらいけど、ここに1個、うんうんうん、でこれ取ったらもうフリーな状態、コンピューター自体フリーな状態だから、うん、あとはここのボルトを外してあげればコンピューターも取れる。このね、カプラー外す、ね、そう、カプラー外したら、だからもう先にコンピューター外しちゃいます。はい、コンピューターのコネクターの方外しちゃう。で、注意点、これやっぱコンピューターやる前にバッテリーも絶対外してくれる、うん。あ、そうだ、そう、マイナス端子だけでもいいからもう抜いて、うん、やっぱちょっとあの5分ぐらい放置してあげてからやるってことね、うん、コンピューターの作業を、ね、はい、してください。了解。じゃあ外すところははしょる、この辺は。まあ一応見てもらうだけ、うん、で本当にボルトで止まってるだけだから、コンピューターのコネクタって、うんうん、ある程度回して、多分もう外れてるかな、これで。多分もうこの状態で、もうこれで、うわー、取れた、いいね。もうほんとボルトで止まってるだけだから、うんうん、まあ、あとはさっき言った2本のボルトを取ってあげたら、うん、もうそれでコンピューター、純正のコンピューター外れるっていう、はい、了解です。あと上ね、ちょっとね、位置的にこっちは上映せないからさ、お前ね。はい、取れました。2箇所だけ、2箇所だけ。純正のコンピューターにはステイついてるけど、アペックスにはついてないと。で、はい、これで純正のコンピューター取れました。おー、ちょっと裏側見てみたい。これはもうそんな、もうなんもないよ。横とかはどう、なんかついてる。特になんかついてるわけでは。あー、ほんとだね。もうほんとにカバーもうこれで、ほんとにもうこれでついてるってわけ。やば。これでまあ一回だいぶ劣化してなかったよ。まあここら辺はね、汚れは仕方ない、はい、まあ一回だから、ただこのままだと元の位置に取り付けられないんですよ、うんうん、まあ見てわかる通りこういうステイがついてないから、うんうん、ここら辺をちょっとどうするか、そうそう、考えて話してから、うん、でまた次取り付けの。了解です。じゃあ一回ちょっと止めましょう。ほんとハンドだらけだね。まあ本来表っつったらこっち側がね、あのちゃんとした、うん、あれ表のこれはどこに付いたんだ。これはただ押さえてるだけ、壁の方に、壁とバルクヘッド側に行かないようにただ押さえてこうやってなってるだけだから、特に何かが止まるとかっては。じゃあこっちの蓋を流用するってことね。そう、裏蓋を取って、うん、これをこのままコマンダーの蓋と、うん、まあサイズ一緒だから、うん、入れ替えちゃって、もう元位置につけるだけ。もうそれだけで終わり。完璧ですね。完璧。さあ次。で、今パワー FC の方の蓋取れました、うんうん、でこれが純正の元々ついてたやつ。やっぱね、ちゃんとサイズ合ってるから、あとはもうこのまま最高ですね、うん、ネジ止めしちゃって、うん、また元位置戻して。待ってよ、その、うん、こっちのネジ、あ、いけるか、うん、こうつくからね。そうそうそう、いいよ、はい、あとはもうネジ止めて、うん、もう一回元の状態戻して、そのあとアイドリング隠しさせたりとかして、一応それで終了。終了、素晴らしい。ということで取り付けの方は、はい、終わりました。で、まあ説明をするだけ、一応 FC コマンダーの方も取り付けて、うん、今まあ暫定でとりあえずエンジンかけて始動をね、始動するためにとりあえずまあ今この状態で、今全部バッテリーまで付け終わったんで、うん、始動確認お願いします。じゃあちょっとやりましょうか。あ、鍵どこやったっけ。知らない。いや、アイドリング学習ってやつだよね。そう、アイドリング学習は必要です。で、この状態でまあどうなるか、いきます。お、こっちがついたね。ついた。いくよ。あ、すげえ、回転数が上がってる。とりあえず、うん、これで、今、回転、あの、
アイドリング回転数高いから、うん、とりあえずアイドリング学習、うん、10分15分させます。で、はい、それが終わった後にエアコンをつけてアイドルアップさせた状態でもアイドリング学習させます、はい、一応とりあえずそれ終わるまでは、うん、一旦スキップで了解です。あ、なんかここついたままなってるね。排気音精査なんだろう。まあ後でちょっと見てみようか。まあいっか、うん、で一回止めます。はい、これがアイドリング学習中でございます。音がなんかね、すごい不安定だ。大丈夫かな。はい、ってことで、まあとりあえずね、いろいろとアイドリング学習とかしたりとかしてちょっと動かしてみたりしたけどダメだったんで純正に戻します。ちゃんとしたお店でやらないとダメってことですね。なんか吊るしでも使えるって話聞いたけど全然ダメ、エンジン止まっちゃいます。じゃあ純正に戻しましょう。はい、ってことで、まあ、先ほどのね動画から、見てもらえば分かるんだけど、社会のあのほらパワー FC つけた結果、結局もうアイドリング不調だったりとか、あとエンジンが止まっちゃったりとかで、回転数もなんか不安定になったりとか、ちょっと走行させようと思って前後させる段階でなんか回転数落ちちゃったりとか、吹かした後とかもなんだろうな、結構落ち込む。で10秒15秒経つとまたアイドリングが安定してくるような、ちょっとなんか違和感があった。で結局もうちゃんとした専門的な場所に持っていかないと治らないというところで、だからもう諦めて純正のものに戻しました。なんかのサイトかな、なんかステップ1でなんかなんだっけ7万ぐらいとか、ステップ2で8万だとかって、なんか、まあ、ステップごとの仕様によって変わってくるっていう状態だったかな。まあ、持ち込みだったらプラス1万5000ぐらいするって書いてあった。まあ結構ね、あのなんかあれだったね、いい値段するよねっていう。帰宅しますか。まあ、今回あの動画の方には確か映してないけど、この間のあのちょん切れたやつ、あのパワーステアのタンクの上にあるキャップ、あれを新品のやつも取り付けたわけで、まあ今日はそれぐらいしかなかったかな。まあ勉強にはなったけどね、ちょっとパワー FC が感じだったらダメだね。しかもさっきなんかタイヤになんかワイヤーみたいなのが刺さってるんですよ。パンクはしなかった、そんな深くまで行ってないのか分かんない。なんだかんだ言って釘とかさ、そのワイヤーっぽいやつもそうだけど、なんかね針金って言ったことない、そういうのもそうだけど、なんか刺さりやすい、意外となんか走ってるとね拾うんだよね、特に田舎の方とかは。まあ、一応純正のコンピューターに戻してアイドリングも一回やって、レブの方まで軽くとかしてみて、まあ異常はないし、まあ今まで通り純正のコンピューターで少しなら走って、どっかのタイミングでショップにやってもらうっていう感じにしましょうかね。で、まああとはそうだな、現状で言うとね、あのなんかエンジンのその息継ぎ症状っていうか、吹けないとか、まあ、そういうのもあったんですけど、それがなんかね落ち着いてきた。半袖で3ヶ月間ぐらい動かなかったからなのか分かんないけど、
ある程度街中で普通に走ってたりとか、ワコードのQL1に出て、なんか回してやったりしたらなんか調子良くなったから、まあ、その辺はいいのかなっていう、まあ、ただちょっと今現状気にするのはさ、パワー SE のこともそうかもしれないけど、まあ、タイヤをちょっとそろそろ変えたいなっていうのと、まあなんだっけ、あとはクラッチか、クラッチも多分3年半ぐらい前に多分最後変えたんで、だからまあクラッチもね変えていかないといけない。